ブルックヘイブンは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の南西部、リンカーン軍の小都市であり、同軍の軍庁所在地であるシュート、州都ジャクソンの南西にある、2010年国勢調査で、の人口は12,520人だった。1818 18年に、町の設立者、サミュエル・ジェインにより、ニューヨーク州、ブルックヘイブン町にちなんで名付けられた。サウスレールロード・アベニュー。 1952年、ブルックヘイブンは、元は、直東族インディアンの領土だった場所にある。1818 18年に、ニューヨーク市出身のサミュエル・ジェインにより設立され、ロングアイランドにある、ブルックヘイブン町にちなんで町名をつけた。1858年にブルックヘイブンを通る、鉄道が開通した。この鉄道は、南のルイジアナ州ニューオーリンズ。 北のテネシー州メンフィストを結びつけた。南北戦争の時、ブルックヘイブンは1863年4月29日に北軍ベンジャミン・グリアソン大佐の指揮する、騎兵襲撃隊に短時間占領された。この北軍部隊は公共の建物を燃やし、鉄道を破壊した。それらの建物は戦後に再建された。1936年、ブルックヘイブンは、 スタールアーバン衣類工場の建設場所に選定された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は7.3平方マイルであり、このうち、陸地7.3平方マイル、水域は0.04平方マイルで、水域率は0.27%である。ブルックヘイブン市の大きさは2007年後半に拡大され、それまでのほぼ3倍になった。 これは古い町の周辺にあった公害開発地を併合し、新しい都市圏に課税と非正サービスを提供することについて住民投票を行った結果だった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2007年に周辺地域を併合する前のデータであり、2010年のデータとは少し離れている。ブルックヘイブン市の公共教育は、 ブルックヘイブン教育学区が管轄している。私立学校のブルックヘイブンアカデミーもあり、市内や周辺地域の指定を対象にしている。州全体を対象にするマグネットスクールのミシシッピ芸術学校もブルックヘイブン市内にある。林間郡の公立学校4校が市内の田園部にある。すなわち、ボーグチットアテンダンスセンター、エンタープライズアテンダンスセンター、 ロイドスターアテンダンスセンター、ウェスト・リンカーンはアテンダンスセンターである。1858年に設立された高等教育機関のホイットワース女子カレッジが市内にあったが、1984年に閉校になった。ブルックヘイブンはジャクソンテレビ市場に入っており、テレビ局4局が含まれている。市内の日刊誌はデイリーリーダーである。 全国的な旅客鉄道であるアムトラックの列車番号58と59、シティオブニューオーリンズがブルックヘイブンで停車する。昔のイリノイセントラル鉄道とガルフモービルオハイオ鉄道の線路を使い、北のシカゴと南のニューオーリンズを結んでいる。ユダヤ教のシナゴーグであるテンプルブネーシャロームはムーア復古町建築の珍しい例であり、 アメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定され、アメリカ合衆国内務省のアメリカ合衆国国立公園局が管理している。ありがとうございます。